放送席、放送席、見事敗北3連勝を飾りましたジャイアンツ、今日は打のヒーロー、まずはマギー選手です。5回見事なタイムリーヒットでした。振り返ってください。Just trying to find a way to try to help the team, and been really nervous playing in front of all you for the first couple of games, and hopefully that can help me relax a little bit. なんとかチームの助けになる1本と思ってました。開幕してちょっと落ち着かなかったんですけども、1本でちょっと落ち着くことができました。巨人に来て初めてのタイムリーヒット、手応えはどうでしょうか？ Feel good. I would like, I feel confident now. Hopefully, get some more results. And the most important thing, the team got off to a great start. And look forward to starting our first road trip soon. 今見ましたけど、これで少し落ち着いて、しっかりいい感じで打ったので、これで少し落ち着けると思います。それも大事なのは、チームがこうして開幕3連勝できたのが大きいので、また来週ビジターになりますけども、そこでも継続できるようにしたいです。改めて巨人のユニフォームを着てのプレーというのはどんな感じですか？ I don't really have words to describe. It's exciting to come and play in front of such great fans every day and such a great organization. So I'm humbled and proud to put the uniform on. Thank you. このユニフォームを着てプレーできるのは非常に光栄ですし、またこれだけ多くのお客様の前で、プレーできることを非常に光栄に思っています。これからも素晴らしい活躍を期待しています。マギー選手でした。さあ続いては代打で見事な あの歓声は嬉しかったです。あの場面バッターボックスに入って、亀井さん初球から行きました。そうですね、2軍の時からね、田代コーチに、とにかく1球で仕留めろということを口ずさんぱく言われたんでね、その通り来ました。はい、そして打球が1塁線抜けてセカンドベース上では小さなガッツポーズも出ましたが、そうですね、やっと開幕したなと思いました。そして亀井さん、ベンチでは高橋由伸監督も手をたたいて喜んでいました。いや、それが一番嬉しいです。今大きな拍手が沸きましたが、去年から由伸監督を胴上げしたいという強い気持ちがありました。去年は怪我に苦しみました。どうでしょう、この13年目のシーズンのスタート。まあそうですね、あんまりまた怪我って言いたくないんですけど、オフからね、しっかりトレーニングを積んできたんで、今年はなんとか1年間残れるようにしたいなと思ってます。さあ、そして亀井さん、チームを代表して開幕3連勝スタートになりました。最高のスタートになりましたね。みんなね、集中力持って、臨んでたんで、オープン戦みんな苦しんでたんですけどね、集中力はすごかったと思います。はい、最後にチームを代表して3年ぶりのリーグ優勝、そして5年ぶりの日本一に向けてお願いします。まだ始まったばっかりですけど、一戦一戦集中して頑張りますので、今年も応援よろしくお願いします。